もともとですね、最初の冒頭のご挨拶でも申し上げたんですが、いわゆるその緊急支援の段階でキヤノンとしてはいろいろな、支援をさせていただいたんですけれども、その後ですね、やはり形を変えてどうすればその被災地に寄り添った活動をしていけるのか、皆様に求められるそのサポートをしていけるのかということを、当社としてもいろいろと考えていました。でその中でですね、福島県社協の方と知り合うきっかけがありまして、でそこから双葉町の社協の方をご紹介いただいたんですね。というのが福島県社協のお話でもやはりどうしてもこういうイベントとか活動があるところに集中してしまうと。で私たちの要望はその集中しているところに行くのではなく、なるだけ今活動そういうサポートの届いていないところに行きたいんだというお話をしたところ、双葉町の社協の方をご紹介いただいて、で、借り上げですとか、それから仮設ですね、仮設にいらっしゃる方々の中で特に女性はやはりいろんなイベントに積極的に参加して、そのまた遅延をですね、新しい遅延を築こうというような意欲があるんだけれども、男性が引きこもってしまってなかなか活動に出てきてくれないことが悩みの種で、写真教室であればもしかすると男性を呼び出すことができるんじゃないかというお話をあったんですね。でそこで私たちはやっぱり現地のニーズに即した形が一番我々としても望むところだったので、ではまず1回目やってみましょうということで、郡町で行いました。で、夏休みにはお子さんのいる家庭で夏休みの親子で参加する、写真教室という、イベントをしたんですけれども、その後も継続してお話ししていく中でですね、やはりその男性への、なんていうんですかね、ケアを中心で考えていきたいということだったので、今回も男性に向けてまず参加していただけるように写真教室という形で応募を募りました。でその結果、今回は、約半数がやはり男性にご参加いただきまして、社協の方々からもやはり写真っていうのは男性にとっては非常に身近なツールなんだなということを、感じているというお話もいただいてですね、我々としてもキヤノンはカメラとプリンターなど作っている会社なので、そういった我々の本業を生かした形で被災地に対して、少しでも貢献ができればと思って、これからも継続していきたいと思ってます。